こんばんは。私のダイエットメニューです。今日はダイエットといっても、なんか痩せたくてのダイエットメニューじゃなくて、美容にも良くて老化防止にも良くて、で脂肪がつきにくいご飯かな。あと便通も良くなって、で野菜燃焼スープですね。脂肪燃焼スープ、水でキャベツ、人参、ブロッコリーを茹でて、味付けコンソメだけで、トマト缶を半分入れます。トマト缶入れるだけです。これね、玉ねぎとかセロリとかね、ほんまは脂肪燃焼スープは、まあでも好きな野菜で大丈夫と思います。私は老化防止のブロッコリーと人参で、これトマト、この3つはね、もうよく食べてます。もう2日に1回ぐらい食べてるかも。だから月の半分ぐらいは。ここにね、プラス玄米、物足りない人は玄米食べるといいですね。はい、これでいただきます。なんでね、今ねこのメニューで、この最近毎日この感じですね。なんでこれにしてるかというと、お腹をバキバキにする筋トレ毎日やってるんですけど、バキバキにする筋トレを毎日やってても、甘いもん食べたり、カロリーの高いもん食べたら意味ないと思うんですよ。多分脂肪が乗っかったら意味ないと思うんですよね、この筋肉、お腹に。なので、お腹の脂肪も減らさないと綺麗な線出ないと思うんで、それで食事からちゃんとしていこうと思って、脂肪のつきにくい食事で、ちゃんと、バランスも考えたね。ただね、野菜だけやったら絶対力出ないんで、こういうお肉とか、まあささみでもいいんですけどね。でもね、サバがね、ほんまに美容にいいんですよ。魚の脂がね、いいんですよね、美容には。で、玄米もね、白ご飯食べるより玄米の方が全然いいので、これで頑張ります。ちょっと1ヶ月まだ全然バキバキなってないんですけど、朝はねやっぱパンとか食べるから、まあ、1個2個ぐらいですけど、がっつり食べないんですけど、朝は、朝昼兼用なんですけど、で今は夜はこれですね。でもまだまだお腹が、ちょっと実験です、実験。ほんまにお腹がバキバキ、私でもバキバキにできるのか実験なんで、この実験の間の1ヶ月はほんまに本気出して頑張ります。まあ無理はしないようにしてるんでね、無理してご飯食べないとかいうダイエットは絶対体に悪いんで、ちゃんとこうやって栄養をとってね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。このね、お茶はごぼう茶です。なので今日のメニューもう全部老化防止にいいものばっかりです。今日のメニューやったらね、夜ご飯メニューにしたら多分痩せると思うんですよ、ダイエット中の方は。で、ご飯をもうちょっと少なめにした方がいいかな。ほんまはね、ご飯なしにすれば絶対痩せるんですけどね。そんなわけで私も頑張ります。ダイエット中の方も頑張ってください。最後まで見てくれてありがとうございました。バキバキの腹筋にする筋トレももう毎日頑張ってるんで、ほんまにちょっと結果を出したいんで、頑張ってちょっと頑張ります。いい感じになったらまた動画撮ります、お腹の。